明治、大正、昭和を生き抜いた彫刻界の巨匠、平櫛田中。田中は明治5年、1872年、現在の岡山県井原市西江原町に生まれました。名前を卓太郎といい、勉強好きで成績が良く、几帳面な子供でした。13歳の時、今津村、現在の広島県福山市の平櫛家へ養子に行くことになりましたが、間もなく桃園にあたる大阪の商店に丁稚奉公に出ます。この頃から美術に関心を示し、やがて彫刻家を志します。25歳の時、本格的に彫刻の勉強をするために上京。近代木彫の祖、高村光雲の門を叩きました。光雲の下では、弟子たちの仕事を手伝いながら、日常性あふれる姉心や幼児犬張子などの写実的な作品を作っています。そして田中は、明治美術界の重鎮、岡倉天心に多大な影響を受けます。天心を生涯の師と仰ぎ、その指導で活人線や人牛など崇高で気高さに満ちた作品を完成させました。還暦を過ぎた昭和10年頃からは、高さ2メートルにも及ぶ超大作鏡獅子制作に取り掛かります。首、裸体像、大中小の大きさの像など多くの秘策を発表。戦争を挟んで一時中断しますが、およそ20年もの年月をかけ、苦闘の末ついに完成させました。すべての作品が消滅しても、この作品だけは万世に残ると語ったこの傑作中の傑作は、東京の国立劇場に展示され、今なお多くの人々を魅了しています。鏡獅子が完成した昭和33年、1958年、田中は井原市名誉市民第1号に推戴され、37年には文化勲章も受章しました。その後も田中は魂を鼓舞し続けて制作に励みます。100歳を超えてなお制作意欲は衰えず、30年分の彫刻用木材を準備していたのです。しかし志半ばの107歳、不正出の大彫刻家平櫛田中もついに力尽きました。井原市の田中美術館、ここには田中の作品が数多く収蔵されていて、茨市随一の観光スポットとして多くの人が訪れています。また美術館の隣には田中園もあり、憩いの場として親しまれています。田中は木彫界を歩みリードしていく困難の中、食べるものにもことかく貧困、愛する子どもたちの病気と死に見舞われます。22歳で木彫を志してからの86年の年月、平坦ではない道を芸術家として、一人の人間として、ただただ一筋に歩み続けたのです。それは日本の近代彫刻の歴史そのものです。